ライアン・ブローコフは、オーストラリア・ビクトリア州メルボルン出身のプロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティシクサーズに所属している。ポジションは、シューティングガード。バルパライソ大学で4年間プレーし、2013年の NBA ドラフトにエントリーしたが、どこからも指名されなかった。ドラフト後にトルコリーグのベシクタシュ JK と1年契約を結んだ。 2年間プレーした後、2015年のサマーリーグに、デンバーナゲッツの一員として参加したが、NBA チームからのオファーはなく、もう1年ベシクタシュでプレーした。2015年9月、ユナイテッドリーグのロコモティブ区番と3年契約を結んだ。ロコモティブとの契約が満了した2018年8月6日、ダラス・マーベリックスと2年契約を結んだ。 1>, 1年目の2018から19シーズンは42試合に出場した。2020年2月11日、マイケル・キッド・ギルクリストと契約するために、ロスターに空きを作る必要があったマーベリックスは、ブローコフを解雇した。新型コロナウイルスの影響で、シーズンが中断していた6月27日、フィラデルフィア・セブンティシクサーズとシーズン再開後から、 シーズン終了までの契約を結んだ。マーベリックス・サイン・ライアン・ブローク・オフ。ザ・オフィシャル・ホーム・オブ・ザ・ダラス・マーベリックス。2020年7月7日閲覧。マブス・インク・マイケル・キット・ギルクリスト・ヒールウェア・ナンバー・9・フォー・ダラス。ザ・オフィシャル・ホーム・オブ・ザ・ダラス・マーベリックス。2020年7月7日閲覧。チーム・サインズ・ブローク・オフ。フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズ。 2020年7月7日閲覧、ありがとうございます。